日本におけるエチケットの規範は国内の社会的行動への期待を管理しており非常に重要であると考えられているが多くの社会文化と同様にエチケットは問題の人物に対する相対的な地位によって大きく異なる。多くの本ではその詳細について読者に指示しているが一部の風習は非常に地域的な観光である可能性があり、従って 日本のすべての地域に適応するわけではなく、習慣は日本の歴史の中で変化してきた。以下は、現代まで日本で一般的に受け入れられている習慣である。旅館における風呂入浴は、体をきれいにするのではなく、リラックスするための浴槽であり、日本での日常生活で重要な位置を占める。そのため、浴槽、またはお風呂に入る前に、体をきれいに洗わなければならない。 これは、浴槽と同じ部屋で小さな椅子に座って手持ち式のシャワーなどを使用して行われる。石鹸、タオル、シャンプーが提供される。また、入浴者はお風呂に足を踏み入れる前に2回ほど完全に洗って進む必要がある。温水は各人が使用した後に排水されず、新鮮な水を加熱するのに数時間が必要になるため。 石鹸の残留物をお風呂に移さないことが非常に重要である。入浴後、髪の毛やゴミは水から救い出され、水温を維持し、蒸発を防ぐために浴槽に蓋が置かれる。給湯器を用いて温度を維持し続ける。銭湯の様子温泉は熱水泉を意味し、これらの風呂は地熱泉で温められた水を使用し、多くの場合、一日以上滞在する。 田舎のリゾートのような目的地に組み込まれている。屋内と屋外、共同とプライベートの浴槽がある。大規模な温泉では、男性用と女性用に分かれており、訪問者は通常裸で入浴する。多くの銭湯や温泉では、ヤクザの活動を懸念し、入れ墨をした客の利用は禁止される場合がある。お辞儀場部屋で、お辞儀をする、お辞儀は、おそらく、 日本国外で最も知られている日本のエチケット動作。お辞儀は非常に重要で非常に若い年齢、子供自分から通常でお辞儀を学ぶようになるが、企業は一般に従業員に正確なお辞儀手法を訓練する。日本のビジネスではレジに現金を直接渡すのではなく、トレーにお金を置くことができるように、レジの近くに小さなトレーを設置するのが一般的。 企業がそのようなトレイを提供する場合、それを無視し、代わりにキャッシャーが手で取るためのお金を差し出すことはエチケット違反。トレイは北米の小銭を取る、小銭を残すトレイとは異なる。食べる前にいただきますと言っている少年日本での食事はいただきます。ご馳走の条件であったと言い、それに応答して食事の作成者がしばしば言うのがお粗末様でした。 である。日本では奈良時代から使われてきた箸チョップスティックスの使用を取り巻く多くの伝統と不分律があり、例えばお箸からお箸に食べ物を渡すことは特にタブーとみなされる。これは仮葬後、個人の家族が骨を処理する方法だからで食事中に他の人に食べ物を渡す必要がある場合、自分の箸で食べ物を拾い、箸を逆にして、 ハンドラーの口と直接接触していない箸を使用する必要があり、それを小さな皿の上に置いて受け取り人がそれを取り出すことができるようにする。食べ物のプレートを共有している間に他の道具が利用できない場合、箸の箸を使用して共有された食べ物を取り出し、不一致の箸は使用しない。ご飯のボールに箸を垂直に立てることは避ける。これは、 一般的に葬儀で砂の中に立っている線行を思い出させるためでまた箸を食べ物に刺す行為も仏教徒が神社で祖先に儀式の食べ物を提供するときに行う系のアクションな行為に似てるので慎む他の人を刺すように箸を置くことは象徴的な脅威とみなされている木製のホテルに足を踏み入れて靴を脱いで家のスリッパを着用する日本のホテル入り口で客を 見送る日本の誰かの家に招待されるのは名誉なことと考えられており、多くの日本人は彼らの家を客を楽しませるには謙虚すぎると考えている。靴は部屋まで着用されないが床の高さは地面や玄関の高さまたは同じ高さよりも高いことが多いため、日本人は測定に付着する可能性のある土、砂または 埃で床を汚したくないためである。代わりに、靴は玄関で脱ぎ、しばしばスリッパと呼ばれるに上履きに履き替えるが、靴下を履くだけでも非公式の状況では受け入れられる。玄関は小さなアパートでも見られるが、それに対応して小さなステップアップが特徴。ただし、靴下は一般的には脱がない。親しい友人を訪ねるときは、 素足でも構わないが、そうでない場合はきちんと靴下を履く。衛生上の理由からバスルームを使用する際に使用される別のスリッパもある。家に入るときに外への短い散歩のために木製の下駄が用意されている。一般にサンダルの代わりに靴を履くのは礼儀正しいと考えられているが、サンダルの着用者は素足がストッキングが履くスリッパに触れないように、 はだしやストッキングを履くために白い靴下を履くことがある。旅靴下、サンダルと一緒に着用。靴は脱いだ後、つま先がドアに面するように向きを変える。冬の間、ゲストがコートや帽子を着ている場合、ホストがドアを開ける前にゲストはコートや帽子を外す。ゲストが去るとき、ドアが閉まるまでコートや帽子は着用しない。座席の配置については、 神を参照のこと。一万円のメロン。丁寧に栽培され、不完全さがないことから選択されたもので、日本の贈答の習慣における贈り物として意図されている。多くの人が客にプレゼントを開けるように頼むが、もしそうでなければ、日本人はプレゼントを開けられるかどうか尋ねる衝動を抑える。贈答品を受け取る行為は、受け取り人側に履行されない。 義務感を生じさせる可能性があるため、状況によっては贈答品が辞退される場合もある。二つのギフトシーズンが日本にあり、それぞれ聖母と中元と呼ばれる。一つは冬用で、もう一つは夏用である。贈り物は、関係を持っている人、特に贈り物を与える人を助けた人に贈る。その期間、部下はオフィスで上司に贈り物をし、生徒は、 クラブのクラスで師範に何かを与え、オフィスでさえ、ビジネスパートナーへの礼儀的な贈り物を準備する。中弦にとって7月20日は、東京圏に住む人々に届ける最新の日付である。白い花は、日本の葬儀や死別に関連しているため、適切な贈り物ではない数字の4と9を目立つように、表示するいくつかのアイテムは、4の読み取りがし、または9屈通。 または拷問の同音意義語を示唆するので与えられるべきではない。このように、串状、または串はギフトとして注意深く避けるべき項目である。結婚式の贈り物、鏡、陶器、ガラス製品、ハサミ、ナイフは、それぞれ関係を壊したり切断したりする象徴性のため、適切な贈り物ではない。新しい家と新しく開いたお店への贈り物として、 灰皿、ストーブ、ヒーター、シガーライターなど、人放化の心にもたらすものは、受け取り人が要求しない限り、リストから外す。受け取り人が、贈与者よりも、年長の場合、または、管理祝いの場合、靴と、靴下はその人に、スタンプを押すとみなされる。日本のもう一つの習慣は、女性が、バレンタインデーに男性にチョコレートをあげることである。チョコレートは、 女性の愛情の対象、または女性が関係している男性にあげる。校舎はギリチョコと呼ばれる。バレンタインデーにチョコレートを受け取った男性は、1ヶ月後のホワイトデーに受け取った人に何かを返す。挨拶は日本の文化において非常に重要であると考えられている。小学校と中学校の生徒は、しばしば元気な挨拶をするよう言われる。怠惰な挨拶は、 西洋で言うぐにゃぐにゃの握手のような軽蔑の態度とみなされる。最も一般的な挨拶はおはようございますまたはおはようである。午前11時頃まで使用されるが、二人が出会ったその日の最初の機会であれば、いつでも使用できる。こんにちはは良い日または良い午後とほぼ同等で午後遅くまで使用されています。そしてグッドイブニングを表すのは、 こんばんは。話し手と聞き手の相対的な社会的地位に応じて、これらの挨拶の様々な形式を使い分ける。人々のタイトルは、ちゃん、くん、さん及び様、ま。手紙のアドレスは、親しい友人に送られたものであっても、通常は正式言語で書かれている。他のタイトルが利用可能でない限り、受け取り人の名前で使用される標準的なタイトルは、様である。 会社宛ての手紙には、恩中を会社名の後につける。また、株式会社、または有限会社などが社名組み込まれている場合、アドレスに言及することが重要と考えられている。職場で会社従業員に宛てた手紙の場合、住所には、職場の名、従業員の役職の肩書き、従業員の氏名を含める必要がある。個人的な手紙は、伝統的に、青、または、 黒のインクを使用して、または筆と黒のインクを使用して、手書きで書かれている。好ましい紙は和紙。文字を書く場合垂直方向、または水平方向があるが、垂直方向は伝統的で、より正式。赤いインクで人の名前を書くことは、その人が死ぬことを望んでいることを示唆しているため、文字を書く際の赤いインクは避けるべき。日本では、 お盆休暇を過ごす人ははがきを送らない。代わりに、日本の伝統は、休日に来客として、お土産を持参することであり、多くの場合は食用になる。ただし、年賀は、年賀状という西洋でいうクリスマスカード取る意地の伝統がある。期限内に送られた場合、日本の郵便局は、元旦の朝にカードを配達する。 これらは開始する中国の江戸の年に基づいたモチーフで飾られている。新しい年に受け取り人の継続的な行為を要求しており、カードを送信していない人からカードを受け取った場合、エチケットは1月7日までに到着するように、見返りにカードを送信する必要がある。ただし、その年に自分の親が亡くなった場合、喪中として年賀状を送らないことを謝罪するため、 新年の前に黒で書かれたハガキを送る。理由は、親が亡くなったため、幸せな新年を望んだり経験したりはできないということからです。この場合、エチケットは彼らに新年の挨拶も送らないことである。夏のカードも送られる。初中見舞いカードは7月から8月7日に送られ、残暑見舞いカードは8月8日から8月の終わりまで送付される。 これらには受診者の健康に関する丁寧な問い合わせが含まれていることがよくある。これらは通常郵便局から販売されており、宝くじ番号が含まれている。上司や顧客などに敬意を表するための文法規則があり、これは良いエチケットや社会全体で大きな役割を果たしている。日本の子供たちは就学前から他の人と調和して協力して行動するように、 教えられている。人々の間の調和の取れた関係に対する、この必要性は多くの日本の行動に反映されており、多くは礼儀正しさ、個人の責任を重視し、個人ではなく普遍的な善のために共に働くことを重視している。彼らは不快な事実を穏やかかつ間接的に提示するが、これは調和して働くことが、 生産的に働くための重要な要素であると考え、いるからである。日本はサービスが素晴らしい場所として、外国人によく引用されているが、そのような主張は不可能ではないにしても、定量化することは困難である。それにもかかわらず、レストラン、飲食店、ショップ、サービスなどの公共施設でのサービスは、一般的に有効的で、気配りがあり非常に丁寧である。 一般的にサービス業の従業員は西洋文化で時々起こるような親密な関係を形成する目的で顧客とカジュアルな会話をすることは滅多にない。サービス業の従業員は全ての顧客とより正式で専門的な関係を維持することが期待されており顧客が近くにいる場合サービススタッフ間のプライベートな会話は不適切とみなされる。一般に ほとんどの国では、エチケットは、顧客が敬意を持って扱われることが指示されるが、日本ではこれは、従業員が謙虚で慎重に対処し、顧客を高めるために敬意を表する言葉を使用する、ことを意味する。したがって、顧客は通常、タイトル様で、アドレス指定される。ただし顧客がこのレベルの礼儀正しさをサーバーに返す、ことは期待されていない。従業員の服装は、通常、 施設の種類とスタイルに応じてきちんとしてフォーマルである。警察官、タクシー運転手、及びできるだけ多くの人がラッシュアワーの電車に乗ることを保証することを仕事とする、プッシャーなどの鉄道員、及び人に触れなければならない他のタイプの従業員はしばしば白い手袋を着用する。伝統的な香電袋のデザイン。 通常5000円以下日本の葬儀に出席する人々は、次のいずれかの特別な葬儀の提供ブートを、香電袋、または小さな無地の白い封筒で、香電と呼ばれるお金を渡す。香電袋のうち、一番下の折りたたまれた橋は一番上の折り目の下に置かれる。これは一番上の折り返しの反対側。 または一番下の折り目は、不運が一連の不幸になることを示唆しているためである。正式には、福祖という小さな袋があり、封筒を入れて葬式に持ち込む。香電袋の適切な形式は、儀式のスタイル、宗教、およびあなたが投入した金額によって異なる。日本人の目覚めや葬儀のために人々は、死後の四十九日にも特に葬儀に出席しなかった人は、 目の前での礼拝時にお金を持ち込む。会議の開始時に名刺は慎重に交換する必要がある。各人の反対側に立ってカードを交換する人は他の人がそれを読むことができるように両手でカードを提供。カードをテーブルに投げたり片手でさりげなく差し出したりしない。カードを両手で受け取りしばらく眺めてからレシーバーの座席の前のテーブルに慎重にセットするか笑顔で 名刺ホルダーに置いていく。必要に応じて、この時点で名前を呼び方を尋ねることができる。人々のグループに会うとき、会話中に参照のためにテーブル上の受信機の前にカードを置くか、すぐに受信機のカードホルダーに置くこともなされる。カードを自分のポケットや財布に入れたり、他人の前で書いたりしてはならない。名刺エチケットへのこの注意は、相手の敬意を示すことを意図している。 ありがとうございます。